アパッチサブバージョンは、プログラムのソースコードなどを管理する集中型バージョン、管理システムの一つ。もともとは、カラブネットが開発していたが、2009年11月7日に、アパッチインキュベータプロジェクトの一つとなり、2010年2月17日より、アパッチのトッププロジェクトとなった。ライセンスは、アパッチライセンスに準じたものとなっている。 歴史的には広く使われているバージョン管理システムの一つに CVS があった。CVS にはディレクトリの移動の管理やネットワーク対応の点、不可分な更新などの点で何があったこれら CVS の問題点を解決すべく開発されたのがサブバージョンである。サブバージョンは集中型であるが、その後 Git や マーキュリアルやバザールなどの分散型のバージョン管理システムが登場するようになった。例えば、Linux カーネルの管理には Git、Modzilla Firefox の管理にはマーキュリアル、m a s c a l の管理にはバザールが使われている。サブバージョンの使い方は CVS によく似ている。コマンドラインで使用する際の主要なコマンド名は CVS と一致するように作られているため、クライアントは CVS からの移行が極めて容易である。ディレクトリの移動や削除をサポートしている。このため、ファイル名やソースツリーの構造がはっきりと決まらないうちからバージョン管理をすることができる。バージョン番号はソースツリー全体に対して振られるため、原則としては誰かがソースツリーのどこかのファイルを更新するたびに番号が増えていく。作業ディレクトリ内に 最後にソースリポジトリと同期を取った時のファイルのコピーを持っているため改変中のファイルの変更部の確認などがソースリポジトリにアクセスすることなく高速に実行できる。また、ファイルの差分送信が効率よく行われるため、プアなネットワーク環境で利用した時に快適である。SSH によるソースリポジトリとの通信を標準でサポートしている。 インターネット経由で利用してもセキュリティを容易に保つことができる。Web、w e b ブをバックエンドとして使うことができる。つまり、Apache HTTP サーバーなどの w e b ブをサポートする HTTP サーバーを経由して、Web、w e b ブプロトコルを用いてサブバージョンサーバーとサブバージョンクライアントが通信するという形態が使える。一方で CVS におけるモデュール、ブランチ、 タグといった概念がサブバージョンではすべてサブディレクトリとして設計されているのでこれらの扱いは CVS とは全く違う考え方を要する CVS ではモジュール名サブディレクトリ名ファイル名だがサブバージョンではサブディレクトリ名ファイル名となる下記の2つのコマンドはほぼ同等の処理を行う CVS ではタグやブランチが書く ファイルごとに管理されるが、サブバージョンでは別ディレクトリ、ファイルへのコピーで管理される。CVS のマージはタグ名が使えるのに対し、サブバージョンのマージはリビジョン番号や日付などで指定する。サブバージョンの SVN コマンドは同じ表記でリポジトリの直接操作とローカルマシンのワーキングコピーの操作を実現するので注意を要する。一般にサブバージョンでは リポジトリの構成を以下のようにするのが良いと提案されている。この場合ブランチ、タグを作成するのは以下のようにコピーするだけで良い。SVN コピーサム、リポジトリー、a プ r ジェクト、t トランクサム、リポジトリー、APRIJECT、ブランチーズ、アブランクネム。クライアントとしてはコマンドラインツールの SVN のほか、以下のものがある。 コマンドラインから使うクライアント SVN の、仕様でインポートドル SVN インポートプロジェクト、ネーム SVNSSH Dave.、dave.example.com スラッ SVN トランク。チェックアウトドル SVN チェコート http コロンスラッシュスラッシュ svn. コラボ e t スラッシュルポスラッシュ svn スラッシュトランク。作業コピーの更新ドル SVN アップデート。 作業コピーの状態の表示ドル SVN ステータス。変更点の差分を表示ドル SVNDIF。ファイルリーデムへの変更を破棄して、元に戻すドル SVN、リバートリーデム。フーオバーにどうドル SVN ムーブ、フーバー。コミットドル SVN コミット。ありがとうございます。